コールオブデューティブラックオプス4は、アクティビジョンにより2018年10月12日に、全世界同時発売された、コールオブデューティシリーズのファーストパーソンシューティング、オンラインゲーム。対応ハードは PlayStation 4、Xbox One、PC でクリアし、ブロンズスターを規定の数獲得していくと、ストーリーを、オウムービーが開放される仕組み。今作搭載された新モード。 プレイヤー数最大100人で、ソロデュオスクワットのいずれかで最後の1チームになるまで戦う。さらにこのモードでは、マルチプレイ時のスペシャリストもブラックアウトで、規定の条件をクリアすると解放され、その他、ウッズやメイソンなど過去作で登場した人物も今後、使用可能になると思われる。スペシャリストの解放条件は、以下の通り以下、ブラックアウト固有キャラの解除条件以下、 ゾンビモードに登場するキャラクターの解除条件今作では一人のスペシャリストの選択がチームにつき二人までの制限があり同時に三人は選択できないハードポイントなど一部のゲームモードではスペシャリストの選択がチームにつき一人のみとなっている本作におけるゾンビモードはカオスの物語とエーテルの物語の二つに分かれており それぞれ全く違うストーリーになっているまた、システム面においても、防災音で採用されたゾンビモードとは大幅に異なるものになっている。例えば、本作では、WW2 と同様に初期武器と装備を任意で選択することができる。最初に解除されている銃は、ウェリングのみで以降レベルを上げると解放されていく。最終的に、ショットガンやサブマシンガンも選べるようになる。 他に、グレネードの種類、某3に登場した特殊武器を選択できたり、使用するパークを14種類の中から4枠、出発前に決める必要があったり、様々な変更がある。コブルガムシステムが廃止され、新たにエリクサー、タリスマンが登場した。エリクサーあらかじめ設定した4つの特殊能力を任意で使用できるようになった。タリスマンは、ラボでエリクサー生成時に、 確率で手に入るアイテム。これをセットするとゲーム中に有利な効果が発動する。また、ブラックオプス4はゾンビのために2つの特徴的な別々のストーリーを持つ初のゲームとなっています。ローン知事には3つのマップが用意されていて、タイタニック号を舞台にしたボエッジ・オブ・ディスペア、古代ローマの闘技場を舞台にしたナイン、ブラックオプス2のマップ。 モブ・オブ・ザ・デッドをリメイクしたブラッド・オブ・ザ・デッドでアルカトラズ刑務所が舞台となっています。前者の2つのマップは新たなストーリー、カオスを形成しており、新たなキャラクターが登場します。一方、ブラッド・オブ・ザ・デッドは前作ブラック・オプスで登場するオリジナルのエーテル・ストーリーに戻り、4人のオリジナルキャラクターが登場する。4つ目のマップ、クラシファイドは、 ゲームの特別版と発売時のブラックオプスパスに含まれており、ブラックオプスのマップ5をリメイクしたもので、プリミスのオリジナルの化身であるウルタミスがプレイアブルキャラクターとして登場しています。また、マップデッドオブザナイトには著名人が出演しており、これまでのブラックオプスゲームの伝統を踏襲したものとなっており、プレイアブルキャラクターを著名人が演じる。 ゾンビマップが一つになっています。今作は、絶望のお島とゴーラドクロービの間で起きた出来事を描いている、ポンペイ島で、竹尾1.0の魂を回収したり、ヒトオフェンは、望まぬ結果となった時のための保険として、プリミスの3人を連れて、煉獄のアルカトラズ島に立ち寄る。しかし、本来の目的地より離れた場所にテレポートしてしまう。仕方なく4人は歩いて向かい、 目的地であるリヒトーフェンの研究所に到着する。そこには、血液の小瓶をつけていないもう一人のリヒトーフェン2.0と冷凍庫に入れられたビクティスの4人がいた。リヒトーフェン B は彼らに、血液の小瓶を渡すと、クロノリウムと呼ばれる本も渡してきた。もう一度読んでみろと言われたリヒトーフェンは、ページをめくってみると、書かれていた一連の出来事が書き換わっており、 プリミスのサイクルが脱線していることを発見する。その後プリミス一行が第9師団の島に戻るためにポータルへ向かうが、直前で彼らの前にブルータスが現れ、出口のポータルを破壊し、アルカトラズに閉じ込められてしまう。一連の出来事の後、プリミスは所長の死体に召喚の鍵を使うが、突然現れた所長に捕まってしまう。所長は、 アポシコンを解放するためのゲートウェイを開くために、彼らの血を使用することを説明した。絶体絶命の状況の中で、プリミス一行は、アルバート・アーリントンの幽霊のおかげで脱出することができた。途中巨大化した所長が現れるが、ビリー・ハンサム、サルバトーレ・サル・デルーカ、アルバート・ウィーゼル・アーリントン、マイケル・フィン・オリアリーの幽霊が所長を抑え、どこかへ連れ去っていく。 リヒトフェンの研究所まで戻り、隠されていたもう一個の冷凍ポットを発見する。そして研究所の裏庭へ行くとそこには先ほどの4体の幽霊によってダークメカニズムに押さえつけられている所長がいた。慌ただしい戦いの後、リヒトフェンは自分を犠牲にし、自分の体から血液全てを吸い上げるためにダークメカニズムに座る。 プリミスの残りのメンバーが所長と戦っている間に、リヒトーフェンの研究室の冷凍ポットから目を覚ました、リベレーションズ後のリヒトーフェンは、島を浄化するためにスタッフ・オブ・ファイアの結晶を使用して、ブルータスを完全に殺し、煉獄に閉じ込められた魂を解放した。アルカトラズ島から解放される魂を見届けていた、ニコライに、リベレーションズ後のリヒトーフェンが、クロノリウムを渡し、 リーダーの座を与えた。そして機械にとらわれているリヒトーフェンに、リベレーションズ後のリヒトーフェンは、サイクルが壊れたこと、血液の小瓶はもはや必要ないことを話した。リベレーションズ後のリヒトーフェンは彼から召喚の鍵土地の、小瓶を取った後、取り乱したリヒトーフェンは、自分を助けてくれと懇願するが無視される。三人の血液の小瓶を捨て、 ダークメカニズムで死ぬリフト編ェンを残して新たなリーダーとなったニコライの下ドクター・モンティを倒すために彼らの新しい使命を遂行するため次にグルームレイクへ向かうその頃オリジナルタイムラインではシャングリラでフォーカスストーンを手に入れたウルティミスの4人はムーンのグリフィンステーションへ向かうためエリア51にテレポートしようとしていたしかしそこで デンプシー1.0がテレポート中に31から 79JGB215 を発射。テレポーターに過負荷が生じてしまい、ペンタゴンへテレポートしてしまう。ペンタゴンからエリア51にテレポートした後、別のテレポーターを使用して4人は、ムーンのグリフィンステーションへミサイルを発射して地球に、被害が出た後、3人は昏睡というより、脳死状態のリフトオフェンを連れて、 再びペンタゴンへとテレポートを試みる。しかし実際テレポートした場所は1963年8月3日のグルームレークであった。そこでテレポーターの実験をしていたシュースターとパーネルに見つかり、健康診断を受けた後、エレメント115の実験の被検体として保管庫の4番格納庫に閉じ込められた。そして月日が経ち、 10月13日漫画版でビクティスの4人を誘導するようプリミスのリヒトーフェンに協力していたゾンビリヒトーフェンはグルームレイクにテレポートしてくる。そして昏睡状態の自分の体に触れて意識を取り戻す。その際ゾンビリヒトーフェンの魂が入っていたドイツ兵の死体は灰になった。タケオは地球を爆破したにもかかわらず自分たちが 地上に戻っていくことに混乱している時デンプシーは、こりゃまたタイムトラベルだろうな。今まで起きてなかったがと言った。また、サマンサと魂の入れ替えをしていたにもかかわらず、リヒトーフェンがどうやって体を取り戻したのか問い詰めていた。数分後、プリミスの4人はプリミスのニコライに導かれて檻の中にテレポートしてきた。プリミスのリヒトーフェンを見たリヒトーフェン1.0は、 ビクティスを捕まえる際に協力したことを思い出し、悪態をつくチームを一つにまとめ、ウルティミスの4人に急げ、戦いが待ってるんだと言った後、デンプシー1.0が戦い。どんな戦いだと聞く。それに対し、今まで見たこともないような偉大な戦争だとニコライは答えた。ペンタゴンでウルティミスを仲間にしたプリミスはエレメント115の中でも特に強力な部分である。 エレメンタルシャードを手に入れるために2025年10月13日のキャンプエドワードとして知られるブロークン・アローの施設にテレポートした。しかし彼らは侵入者から施設を保護するための管理者 AI ・ラシモアによってシャードが含まれている APD へのアクセスを拒否されてしまった。しかしラシュモアの信頼を得るために様々な任務をこなしついにプリミスは APD へのアクセスを許可された。APD に入っていたパーネル所長もとい、アボガドロを倒し、ワシントンのハンフォードに送った後、ラシュモアは彼らにエレメンタルシャードを受け渡すことを許可した。シャードを手に入れて間もなく、サマンサ・マキシスと子供万里一ンは、父親のマキシスによって、アガルタの家からキャンプエドワードにテレポートされたが、その過程で、 ドクター・モンティに殺されてしまった。父親を失ったことを悲しんだサマンサは、エネルギーパルスを解き放ち、キャンプ・エドワードを破壊した。世界のどこかにあるいてつくもりに、ウルタミスプライミスのデンプシー、タケオ、リヒトフェン・ニコライが、最後にもう一度だけ集まって、キャンプファイアを囲んでいるとき、ビクティスのメンバーは、アルカトラズ島で、冷凍睡眠から目覚めるや、 イナやシュベリア935部隊の忘れられた施設へと転送。東大に住む謎のヨステニンと協力してアガルタデバイスを完成させ、自らの真の計画を成し遂げようとしているニコライの手助けをすることになる。コールオブデューティー、ブラックオプスにゾンビモード、オリジンズ以降から登場する4人組、2.0と呼ばれることもある。ウルテミスの4人とは別次元の人間で、 第63次元と呼ばれる次元にいるプリミスの意味はラテン語で最初階級は5丁外見は黒のオールバックにちょびひげを蓄えている服装も全体的に黒茶色で革製手袋と腕輪型包囲自身をしている公式プロフィール1タンクでエンプシー5丁アメリカの英雄当初は北フランスゲリヒトーフェンを捉えるために配属されたが今は 敵の戦争機関を滅ぼすために、ニコライン、タケオ、そしてリヒトーフェンと共に戦う。必要以上に、たくさんの血を見てきた彼だが、デアアイゼンラス事件に対する心の準備はできていなかった。公式プロフィールに、アメリカ海兵隊所属のタンクデンプシーは、第一次世界大戦中に、ロシアのスパイ、日本の武士と協力して、ドクターエドワードリヒトーフェンの阻止に当たった。 4人はゾンビの大群を食い止めるため次元を超える壮絶な旅路を歩み続ける性格プリミスデンプシーの方が任務に集中しているソロにおいては各マップの開始時に現地報告を行う任務に忠実な兵士何をすべきかを常に考えており自分なりの方法で任務遂行を目指すが周りで次々と起きる超常現象や935部隊の未知の技術に いつも振り回される。彼の態度は相変わらず下品なままだが、今での攻撃性や冒頭的な言葉をあまり見せず、他の武器を使うことにも積極的になっている。人間関係、リヒトフェンに疑惑を抱いており、目を離さないように気をつけている。ニコライとはつかず離れずの関係で信用するかどうかを決めかねている様子。竹オとの仲が一番良好で、共に、 リヒトウフェンに警戒している。リヒトウフェンとはこれまで一度も遭遇したことがなく、彼についての説明を受けただけだったが、旅が進むにつれ、彼の意図を疑うようになっていく。しかし、出会い前路下の出来事を境に関係は緊迫しなく、なる。ニコライやタケオに対しては、中立的な立場を保ち、動揺している二人を落ち着かせようとする。ゾンビのことは、肉袋と呼んでいる。 武器の好み、とにかく弾幕を張ることを好むトリガーハッピーであり、大量に弾丸をばらまければ、何でも好み。強いて言うなら、弾幕を張れる、機関銃や、機動力が高い上に高速連射ができる SMG や、弾数も、連射速度も、実質2倍な二丁銃が特に好きな様子。ムービーで使っている銃も大半が、LMG と二丁拳銃である。階級は軍曹。 外見は、ウルティミス同様に耳を覆う帽子をかぶっていて、デンプシーと同じく手袋をしているが、ニコライの方が寒冷地に対応したようなものになっている。公式プロフィール1、ニコライ・ベリンスキー軍曹、ヨーロッパの最前線で忘れ去られ、見捨てられた存在。赤軍に席を置き、最も辛い時に置いても耐え生き残る術を身につけた。母国に対する忠誠心は、 彼の中の悪魔との戦いを乗り越えてきた。彼が乗り越えた試練を真に理解する者は少ない。公式プロフィールに、ニコライ1.0とは、対照的に、プリミスのニコライ・ベリンスキーは、起点が聞き、酒に飲まれず、他の三人と仲良くやっているが、仕切り屋乗り人を変には、時々疑いの目を向ける。忠誠心が高く熱き、カンニコライは、歌やろうともとその黒幕に、 不屈の精神で立ち向かう、性格、ウルティミスのニコライと違って、アル中シ室はすっかり影を潜め、高大きなロシアの戦士といったところ、4人の中でも感情豊かな方で、ゾンビの群れの殲滅に気分を高揚させることもあれば、荒廃した世界を憂う発言もする。吹き替え版の彼はどういうわけか、アニメ、漫画のパロディゼリフをよく呟く、中の人の影響かもしれない。 ゾンビのことは、豚野郎と呼んでいる、人間関係、状況の理解が追いつかなくなっており、周りに疑心暗鬼になっている。特に、リフ,トフェ編に対してはヘイトを貯めており、リフ,トフェ編が何かを隠していることを感づいている。武器の好み、オリジンズからレバレーションズまでムービーで、ショットガンを一貫して使用している。ニコライは、ショットガンを愛しています。世界中の誰よりも、 階級は、大尉、公式プロフィール1、竹尾正樹大尉。数十年の間、天皇家に忠実に仕える名家の生まれ。で、アイゼンラスでの出来事の後、彼の揺るぎない忠誠心は、デンプシー、ニコライ、リヒトーフェンと共に、より良い未来を目指す、戦いの中で試されることとなる。公式プロフィール、日本の優勝正しい家柄に生まれた、正樹竹尾は、 プリミスの一行と次元を超えた旅をする中で、かつて刀に誓った忠誠が報われることはないのだと、悟る。アガルタから溢れ出す邪悪と立ち向かう、道の先に自分なりの誇りと尊厳を再び見出そうとしている。外見、四人の中では唯一の東洋人。黒ひげを生やしており、髪を後ろで曲げのように言っている。また軍服を改造した忍者のような服を着て、 右腕に何かをつけている。腰には日本刀を帯びている。性格、多少疑い深くはあるものの、常に冷静で、いざという時には他の三人とも協調できる優秀な兵士。多少ずれたところはあるものの某一時代のようなステレオタイプの日本人ではなくなっている。ゾンビのことは悪鬼と呼んでいる人間関係、常に三人から距離を置き、 天皇への忠義を忘れないようにしていたが絶望の押しまで天皇その人の裏切りが露見したあとは三人への信頼を増していくデンプシートの中が一番良好でデンプシーからはタックというあだ名で呼ばれている武器の好み SMG やタクティカルライフルが好みムービーで使用する刀はなぜか実際のプレイで使えなかったが今作から刀が使えるようになった階級は 博士、公式プロフィール1、エドワード・リヒト・フェン博士。神秘的なエレメント115の研究と、第935部隊のワンダーウェポン計画への適応を先導していたサディスティックな存在。彼の壮大な計画は、不安定な未来へと続く危険に彼を誘っていく、公式プロフィール、ウルティミスの自身とは対照的に、 正常で聡明なドクター・エドワード・リヒト・フェン2.0は、アガルタと呼ばれる別次元へと到達し、地球をアンデッドで覆い尽くそうとする宇宙の勢力を打ち破ろうとしている。目的を達成するためなら、クロノリウムに隠された禁断の知識を使うなど、犠牲は厭わない。そう、どんな犠牲すらも、外見、細長い顔とちょびひげが特徴。 4人の中で唯一兵士ではなく、軍服を着ていない。性格、リヒトフェン1.0の時の狂気は影を潜め、多少ずれた変人科学者といった感じ。うさんクサザはさらにいました。自分だけが宇宙を修復することができると信じて、疑わず、他の3人に疑惑の目を向けられながら孤独に戦い続ける強靭な精神力を持ち合わせている。裏切りの可能性が、 最後まで拭えなかったが、レバレーションズにて、マキシスと協力して、宇宙を修復するというその目的に、嘘偽りのないことが証明された。人間関係、三人全員から嫌われている。本人も三人を尊敬しているとは言いがたく、しばしば毒を吐く。とはいえ、絶望のおまでは忠義に目がくらんでいた、竹尾の目を覚まし、ゴーラドクロービでは悪夢に囚われていたニコライを、 救うなど、宇宙の修復だけでなく他のメンバーの個人的な問題の解決にも一役買っている。武器の好み、スナイパーライフルが好みだったが、坊さん以降では、ゾンビの挙動が変わったことでリヒトフェンどころか、他の3人もスナイパーが嫌いになっている。判別方法、手に何もつけていないので、開始直後からすぐにわかる。PS4 版は1周目。 8月4日午前2時、8月7日午前2時。2週目は、8月11日午前2時、8月14日午前2時に、かけての2回に分けて先行ベータテストを開催。PlayStation Store での配信のほか、Amazon.co.jp では、PlayStation Store 上で、引き換え可能なプロダクトコードの配布を行ったが、前作同様、0、Z 相当で、 クレジットカードかデビットカードで108円を支払わないとダウンロード、コードの入手ができなかった。9月11日よりバトルロイヤルモード、ブラックアウトのベータテストを一定期間開催した。マルチプレイヤーモードをメインにしている。またゾンビモード、バトルロイヤルモードも用意されている。今作も前作同様、マルチプレイヤーマップにニュークタウンが追加された。 ありがとうございます。